今回の僕たちなでわたインスタントパーティーは、このカントリーロードショーという、タイトルの作品を作りました。なでわたインスタントパーティーっていうのは、まあ名前の通りって言ったら変なんですけど、そもそも名前の付け方っていうのが、一緒にじゃあ3人で作品を作ろうかって言い始めた時に、インスタント即興的なパーティー、まあ、ちょっとしたイベントだったりとか、まあ、いわゆるパーティーをすることによって、山登りとかでいうこうパーティーっていうんですか、仲間的な即興なパーティーを通して、即興なコミュニティとか、仲間というかパーティーが生まれてくるような、そういうプロセス自体を作品にできないかなっていうところから、そもそも始まったりしたんですが、今回の、まあ、一緒に作品を作るパートナーとなってくださったのが、呼びかけというのが団塊世代の、あ、これ団塊くん、あ、これ団塊くんっていう、まあ、一応名前なんですけど、団塊世代の皆さんに集まっていただき、合唱団を作ろうという呼びかけで集まっていただきました。で、そもそもなんでそういうその僕らの親の世代の人たちの話をもとにこういう作品を作りたいかなって思ったかというと、まあ、なんでしょう、例えば震災とかの後に、なんかあれを通していろんな部分で僕らとかも、多分皆さんそうかと思うんですけど、まあ、社会の仕組みの中でなんか自分がつながっていて、その延長線上に生きてるなっていうのをいろんな部分でなんか感じる瞬間っていうのがすごく僕らとかもあって、まあ、それぞれ事情も違うけど、それぞれの立場でやっぱり思うことがいろんなところであって、その自分たちが立っているその周りの世間だったりとか、本当に制度だったりとか、いわゆる社会っていうものが知らないことがいっぱいありすぎて、で、僕らが子供の頃に育ってきたその周りを作っていた大人っていうか、時代とか、その自分がたまたまポツンと立ってたところの周りの風景っていうのを改めてなんか一人をするような、そんな気分 で、でそこで感じたことっていうのは、多分今自分たちが立っている場所っていうのをすごく見ることでもあって、それは これからこの後を考える時にもすごく有効な手段なんじゃないかなって思いながら、制作をしていました。やっぱりなんか団塊世代の人たちって、ある3年間をに生まれた人たち、1946年、47年、48年あたりで生まれた人のことを、まあ、コアな団塊世代って言われてて、もう少し広く言うとあと10年ぐらい幅広くなったりするんだけど、まあ、戦後すぐに日本の中で生まれた人たち の、まあ限定のことを言ってて、まあ、だからそのすっごい人数の人たちが生まれたことによって、こう高度成長期に、なんだろう、労働力になったりとか、こう日本の戦後の、まあ、歴史をたどっていくのにすごくあるサンプルになる世代なんじゃないかなっていうのが初めに発案としてあったっていうところで、でも実際になんかこう話していくうちに、そんな歴史的なことよりもさらにもっとパーソナルな、なんかこう個人的な思い出とか、なんかそういうところの面白くなってきたっていうのが今回の作品のところかな。そうですね、なんかインタビューを撮る前に、なんかこういうことが聞けるだろうっていう、なんか僕たちの先入観みたいなのがやっぱり多少あって、インタビュアーとしてこういう答えを聞きたいなと思って最初接し始めたんですけど、聞いていくうちにどんどんなんか全然ちょっと違う面白さっていうか、そういうのを聞こうとしてた自分たち自体がちょっとつまんなくなってきたりとか、実際そのお話を聞いていくうちに、なんか直接的じゃないようないろんなこぼれ話みたいなところに、なんかすごくリアリティがあったりして、なんかそれはすごく今回いい経験になりました。そうね、だからなんか結構過激的に言ってみちゃうと、なんでこんなになったのみたいな、なんでこんなことになっちゃったのっていうのをなんか知りたいみたいな欲求は結構あって、でもまあインスタレーションも見てくださった方とか、いてると思うんですけど、40分間の、まあ、作品になってます。で、冒頭にご案内ビデオがあって、レッツゴーみたいな感じでみんなでツアーに出かけるようになっていくんですけども、その中は、1章から6章まであって、海の国、森の国、海の国、月の国、そしてここが土の国、人の国、時の国みたいな感じで6章を大体まあ3分ずつぐらい回っていきます。なんかそういう形のこうツアー式のインスタレーションになっていて、でその人たちが最終的には、ご本人登場みたいな感じで出てきて最後合唱するんですね。で、まあ、その歌詞とか、っていうのを、まあ、みんなで話したインタビューの中から撮ってきたりとか、僕たちの方で考えたりしたっていうのが今回の作品です。はい、でちょっとそうですね、そう作ってきたちょっとプロセスをお話しすると、皆さんから1時間から2時間のインタビューを取らせていただいて、その言葉をもとにこう
見たかちょっと今流れ向こうの方でもうちょっとしたら流れ始めると思うんですけど、うん、まあ、あのこのいろんなところに置いてあるヘルメットカブトムシとかウニとかあのミミズとかをかぶってですね、あのご本人のインタビューの中で、僕たちの方で抜粋した部分を読み上げていただいてます。で、なんとなくですねその一章から、まあ、なんとなく子どもの頃のエピソードの部分をあのああ 話してもらったりとか戦後すぐだよね本当になんか、で、あの2番目のところは結構なんとなく学生の頃のエピソードを中心に入れてたり、うん、3番目が、まあ、結婚のこととかちょっとした家庭のこととか、うん、ここは仕事のこととか、うん、ここは割と子育てのこととか、うん、こととか、まあ、徐々になんとなく時間軸が少しずつ現代に近づいていくようなで ここのところは現在ですね、なんか今についてどんな風になんか見てますかみたいな最後質問を毎回していたんですが、まあ、全部じゃないんですけど割とその時に出てきた言葉をちょっと抜粋して、読み上げてもらっています、うん、なので、まあ、ちょっとだんだん時間をたどるよう なんかだけどそこまで具体的な時代のなんかの話っていうよりは、うん、ちょっとしたそれぞれの一人の生活者としてのちょっとした言葉っていうのが、うんまあ、なんかこうちらほら聞けてでもこう回ってくるとなんか僕らもなんかその十何人の方の話をずっと2、3日で聞いていくうちにこう一人のなんかみんなバラバラの話をしてる一人の人格みたいなのがなんか段階君あそうですね人格みたいなのがなんかこう時代の人格みたいなのが、まあうんまあ、その全部かどうかは分からないんですけどそういうのがなんかあーって感じることがすごくあって、うん、なんかそういう空気というかざっくりとしたそのまあなんか、ね、時代と一緒に来た人格みたいなのが、うん、ぼんやりとその側面をたどって見えたらすごく面白いなって思って、うん、オープニングからこう最後まで本当見てもらえるのが理想的な鑑賞方法なんだけど、まあ、途中からも今回の場合はあの OK っていう形になってて、まあ、40分見ていただけると本当最後は合唱のところでもすすり泣く声が響き渡ってますね、うん、本当ね。ちょっとねあのすすり泣きの声が大きくてなんかもうなんか聞こえないって苦情がね、うんはい、今回団塊の皆方をお誘いしようっていう時に春に児童館で中高生と一緒に映画を作るプロジェクトをしたんですね。その時になんか特定のそのある世代の人たちと一緒に作品を作ってなんかすごく気づくこととか面白かった経験があって、まあ、ある絞った年代の人とプロジェクトを今回やろうって思ってたと思いました。でその時になんかいろいろネタ出しをしてる時に段階階段っていう、まあ、中心に階段がこうあってですね、で、まあ、段階の人たちがミュージカルをしたらすごい面白いねっていう、まあ、結局ボツにいろいろなったんですけど、ダジャレね、うんまあ、段階階段っていう最初ネタボツネタがあってそこからなしだねっていう話に階段じゃないでしょう、うんでそれで、まあ、そのカントリーロードっていうのは、まあ、あの耳を澄ませばっていうねあの有名なジブリの映画があるわけなんですけどあんまり関係なくて、まあ、本当に 国の道っていうか僕たちが歩いてきたとか親の世代の人たちとかが歩いてくる道とここから先に行くその、まあ、いわゆるカントリーロードっていうあのカントリーロードとは違う国の語呂としてのカントリーロードと、まあ、それをショーのエンターテインメントのショーの形式でどうにか見せられないかなっていうのでロードショーっていうなんかそういう2つの掛け合わせた造語としてカントリーロードショーというタイトルにしてます。で、僕たちがすごく思っているのは一つの出来事が起こる瞬間っていうのをすごくまず一つ大事にしてます。でもそこの瞬間で起こったことっていうのを次の瞬間とか次の時間次の時間とか違う場所でそれがあったんだよってその体験とかを定着させたいっていう欲望がやっぱりすごくあってそのライブがあるっていうこととそれがきっちり定着されるっていう2つのことをの関係をすごく探っている状況自体を一つ作品として考えてます。だからどっちかその物だけでも成立しないと思っているしその時間だけでも存在できないとも思っていてなんかその2つの関係を手探りでいろいろやっているっていうのが正直なところです、うん、僕からも言ってみるとなで方の作品ってすっごく、分かりやすいっていう見方と分かりにくいっていう見方があってその
多分レイヤーとしては5つぐらいのレイヤーを作ってます。で一瞬見てあこういう物質ねっていうふうに理解して、見る方もいてるし、すごくそのストーリーを楽しむ人もいてるし、その現実に起こったフィクションなんだか現実なんだかわからないその空間時間を楽しむ人もいてるし、もう少しその構造を楽しむ人もいてるっていうのを考えてて、僕自身は結構その構造を作ってるっていう建築家的な視点はかなりあります。例えばそれは美術館という場所だったらこういう構造物が立つんじゃないのかっていうのを相当設計して作品に乗り込むようにしてるし、そこの構造物が立たなかったらやっぱり作品は成立してなくて、これまで13プロジェクトをやってるんですけども、やっぱり毎回全然違う構造物が立ち上がってて、結構今回は相当高い構造物が立ち上がったイメージがあります。それは美術館っていうやっぱりすごくフラットな安定した場所だから立ち上がりやすかったんだっていうことを実感しました。でそれはすごい本当は全然もっと街の中でやるプロジェクトもあるし、そういう時はあの砂利道みたいなところだからもう少し柔らかい物質で作ろうみたいな、相当今抽象的な話ですけども、だからそういうふうにこうレイヤーがたくさん分かれてて、やっぱりそのいわゆる作品っていう視点をどの視点から見てもいけるようには作られてますね。はい。